こんにちは、ジャグラーのマロです。今日はイタリアから新しくジャグリング道具が届いたので、これをねちょっと初めて試してみたいと思います。届いたやつはこのクラブっていうね、あのいわゆるボーリングのピンみたいな形したジャグリング投げる道具なんですけれども、これのね新しい EX1 っていう、まあ多分日本ではまだ売ってないモデルなんですけれども、それをちょっとカスタムオーダーして送ってもらいました。先ほど届いたんですけれども14本入ってるんですね。でも14本ってこれに収まるんだっていう感じでね、まあちょっと早速オープンしていきたいと思います。さあ、おお、すごい、見てください。これこんな感じで結構がっつり入ってる。しかもなんかあのこれジャグリングクラブを入れる用のバッグもなんかつけてくれたっぽいですね、ダビデ。はい、こんなやつです。これはですね、イタリアのプレイ社の EX1 の、ショートバージョン、49センチ、ボディがシリオス、ハンドルがクォンタムっていうね、まあ、ちょっとマニアックな話ですけれども、まあ、とにかくちょっと短めで軽いやつの新素材バージョン、それがなんと14本、このカラーで届きました。最近僕が使ってたのは同じイタリアのプレイの PX3、 この52センチ、こっちがねちょっと長いんです。わかりますかね。まあこんな感じで、結構ねこの短いとね投げる感覚変わってくると思うんですけれども、どうかな、もうなんか全然違う。あの何が違うかっていうと、真ん中に使ってる芯棒みたいな棒が入ってるんですよね。でそれがこの PX3 っていうのは、今までクラブは全部木でできてたので折れちゃうとかあったんですけれども、それが樹脂製の芯になったから、こう踏んづけたり曲がったりしてもなかなか折れない、まあかなり画期的なクラブだったんですけれども、その分ねこの古いタイプはちょっとこうしなるような、わかりますかね、ちょっとこうしなるみたいな感じがあるんです。で今回のこの新しい EX1、 多分ねこれまだ本当に日本でもしかしたら僕が初めてかもしれないけれども、取り扱ってないんでね、航空機材とかの、まあ、アルミジュラルミンみたいなパイプの中に樹脂を入れるっていうことで、硬さもありながらすごい軽くなってる、まあ、丈夫で軽くて硬いっていうね。なのでこのキャッチした時のボヨーンみたいな感じがなくて、かなりタイトなコントロールができるっていうのが EX1 のいいところなんですね。細かいこと言うと、真ん中の棒だけで同じ長さだったら 10g 軽くなるっていうこと で実際ねクラブ自体も短いからもうちょっと軽いと思うんですけれども、 OK、 じゃあまあとりあえずね細かいことは置いといて投げてみましょう。このね短いクラブのメリットはやっぱりね、この高速回転というかね、タイトに回せることですよね。ちょっと感覚が慣れない、まあでも慣れればやりやすいだろうなって感じはありますね。はい、まあまあなんかこうタイトでいい感じはするかな。あとはいつも使ってたクラブよりも、芯が硬い分ちょっと手がバシってくるといつもより痛いかなって感じはしますね、まあでも全然許容範囲。なんで短くしたかっていうことなんですけれども、まああるねドイツのメーカーが52センチで名作クラブね、あのピルエットクラブっていうのヘンリースっていうメーカーを出したんですけれども、それ以来ね他のジャグリングメーカーもまあ大体そこを基準にあのコピーして改良してみたいなところがあったので、大体もうスタンダードなのはなぜか52センチっていうね、そういう相場が決まってるっていう、どのメーカーもね。だけどサーカスジャグラーとかその前からやってた人は当然52センチじゃないこといっぱいあるわけですね。でテクニカルなジャグリングとかをやるときは短い方がねコントロールがタイトだったりして使われてたんですよね。で例えばあのすごい伝説的なねアンソニー・ガットっていう有名なテクニカルジャグラーとかも49センチを使ったりとか、結構ねこのタイトで短いやつっていうのはね、あのテクニカルジャグリングには適してるんです。かといってね、じゃあ52センチじゃダメなのかっていう、そんなことは全然なくて、やっぱりこう長い分最近すごいね流行りのマニピュレーション、体をねこう転がす系のやつとか、そういうのは長い方がコントロールが良かったりとかいろいろあるので、まあどっちもどっちなんですけれども、この長いからって言ってねナンバーズとかできないわけじゃないし、まあいろいろなんです。 OK、 じゃあせっかくなんでね試しに体の周りとかももうちょっといろいろ投げてみようかな。なんかねやっぱりタイトに返ってくる分、こういうのは PX3 とかの方がやりやすい気がするな、まあ、これもねもちろん慣れだと思いますけど、あっちそう、あでもまあまあなんか結構好きかもしれない。これ低めに投げないと天井にぶつかっちゃうんで、うん、でも結構やっぱり投げたのがコンパクトにコントロールできる感じはありますね。うん、そこは、うん、なんかアドバンテージありそうな。あとね、この
PX3 とかね、あの EX1 のいいところはハンドルがね、他のクラブよりちょっと細めなので、片手にこうまとめて握るっていうのがやりやすいんですね。片手で3本とか片手で4本とか、ここはね本当にいいところで、片手に4本で投げたやつをこうやってね、全部キャッチするみたいなやつもね、このハンドルならではのメリットはありますね。このねテクニック的なところは慣れればいい感じかなと思います。で、ここからはですね、マニピュレーション系ね、この転がす系の技についてちょっとだけチェックしてみたいと思います。じゃあまずこの古いタイプのね PX3 で何かやってみましょう。どうしようかな、こういってこんな感じでいって、ね、まあまあこれ普通ですよね。これをじゃあ新しいやつ、今何やったっけ、手でこういきなりこれは単純に慣れてないだけかな、あでもバランスに慣れてない、全然転がらない。でこうか、はい、ちょっともう一回いきますね。あそうか、もう重心のポイントがね、感覚が違うのかな多分ね。できません何、そうこれやって首の後ろ転がして、後ろね、はい、そうですね、今、まあ、とりあえずパッとやった感じだととっさには、できないなあとはですね、ちょっとこれまだ新しいからか、結構ボディとかサラサラして少し滑るかなって感じが個人的にはしますね。まあでもその辺はね、使い込んでいけば全然 OK だと思うんですけれども、まあ、せっかくなので、まあ、3本でも何かやってみましょう。そうですね、マニピュレーション系だから、まあ、単純にね、シンプルにリストトラップから首の後ろとかなんかできるけど練習って感じかな。でもまあ今やってる感じではなんかこのクイックなレスポンスは結構気に入ってるかなという感じですね。あとはね、せっかくなのでこれ入れてくれてた袋とかをプレイ、こんな感じですね。なんか大昔これの紫のバッグもらった記憶があるな。これが3つ入れてくれましたね、プレイの。そもそもちゃんと本数あるかっていうね。3、4、5、あこれはやばい、全然手で掴んでたら持てないやつだ。5、6、ちょっと待って、なんかこういうのあるんですよね、ジャグリングクラブを何本持ってるかとか。そういうのやったことないから、もう持ち方のイメージが全然わからない。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ですね。あこれね、上にちゃんと EX1 っていうこうロゴみたいなのが入ってますね。これ映りますかね、 EX1。 はい、でちなみにね、このプレイっていうイタリアのメーカー、ジャグリングメーカープレイのダビデっていうディレクターはですね、まあ、僕ベルリンにいた時に結構いろいろ特注の道具とかボールとかね、カスタムして作ってくれたりして、まあ、今回僕これショートで作ったんですけれども、日本に入ってくるとしたら52センチ、ロングバージョン、普通ロングというかノーマルバージョンで入ってくると思います。で特注バージョン短くしたいとかなんかあったら、まあ、それはその日本で取り扱いを始めるショップにそういうオーダーをすると、多分何ヶ月豪華とかにそういう風に入れてくれたりとか、またはね、プレイの海外からの送料とかかかるんですけれども、直接ホームページからいろんな組み合わせで作ったりもできるので、まあ、もしこういう組み合わせ興味があったら、ジャグリングショップにそれぞれ連絡してみるといいんじゃないかなと思います。最近ね、実はクラブとか全然練習してなくて、やっぱりこう刀とかね、長いやつを投げてるので、感覚が結構違うんですよね。だから、ある意味あんまり役に立たないというか、なんか逆に感覚がずれてしまうところがあって、やってなかったんですけど、ただね、最近ジャグリングをね、生徒に教えたり、そういう機会もいろいろあるので、まあちょっと久しぶりにね、もうちょっとクラブも触ってみようかなということでね、買ってみました。さあもしね、今この動画が出てる時点で EX1 クラブ持ってる方がいたら、ぜひ一緒に練習しましょう。これ持ってる人ね、結構、マニアックな人だと思いますよ。やっぱりわざわざその海外製品が出たっていうのを調べてね、それを個人で送料も負担して海外から輸入してとか、そういう人じゃなきゃ絶対多分持ってないので、なんか話が合う気がするさあそして最後に僕の感想をね、ちょっとまとめて言うと、この EX1 クラブは
これから新しくクラブを買おうとか買い替えようと思ってる人は、十分試してみる価値があるんじゃないかなと思います。ただね、今まで PX3 とか4とかっていうプレイのクラブをすでに持ってる人はわざわざ、新しく買い替えなくても今までのクラブでも十分できるしという感じですね、でこのショートっていうのはね、またそのテクニカルジャグリングで行き詰まってる人とか、もしかしたらショートにすることで多少やりやすくなるチャンスはあるかもしれない。でもショートにすることによって、例えばバッククロスとかアルバートみたいなそういうやつは多分ちょっとコントロールが少しやりにくくなるかなとか、まあいろいろ好みはあると思うんですけれども、まあ新しいもの好きな人とかね、いいんじゃないかなとは思います。はい、というわけでね、今回の動画以上です。まあこの動画ね、楽しんでいただけたらぜひ高評価ボタンお願いします。みんなのね、高評価ボタンいただけると、あ、こういう動画楽しんでもらえるんだなっていうことで、また次の動画出す参考とか僕のモチベーションにもなります。で、今回ね、これ届いた道具を開けてみたっていう感じなんですけれども、またジャグリングの練習方法とかもいっぱい紹介してますので、ぜひチャンネルの他の動画もチェックして一緒に練習をしてください。では今回も動画ご覧いただいてありがとうございました。